大体の場所は把握していたんですけど、迷いました。今回は、タウン誌で紹介されていた、一の字さんにお邪魔することにしました。Google マップのナビのおかげで、なんとか到着。素晴らしい雰囲気の外装。手打ちそばが食べれるということで、ウキウキ気分での入店。店内は、古民家の雰囲気が素晴らしく、接客も丁寧で、居心地が良かったです。店内は掘りごたつ式の座敷とテーブル席があり、自分とマックス先輩は、テーブル席にお邪魔しました。気になるメニューは、どれにしようか迷う。どれも美味しそうな丼物。デザートもある。盛りそば大盛り到着です。スタッフさんに一番人気のメニューを聞き、注文しました。まず、そばチョコにつゆを。それから薬味のネギを。盛りそば大盛りいただきます。つゆにちょこっと。ツルツルした細麺から伝わってくる、そばの風味、うまうまワールド。次から次へと食べたくなる手打ちそば、超満足。また、そばから伝わってくる濃いめのつゆが、なんとも素晴らしい。ここで、大好きな天かすを投入。天かすかけ放題にニコニコモード。天かすを加えたつゆにそばを。コクと旨味がアップしています。ベリーグッド。大盛りにして大正解。お客さんがちょこちょこ入ってきます。さすが人気店。結構いい感じに満腹になってきました。蕎麦好きの視聴者さんぜひぜひ。だいぶ蕎麦もなくなってきました。
綺麗にごちそうさましなくては。ファイナルそばいただきます。うまうまそばごちそうさまでした。そば湯を加え、つゆいただきます。そば湯とつゆの心地いい組み合わせグッジョブ。盛りそば大盛り、ごちそうさまでした。ラストにお茶を。お茶ごちそうさまでした。イカと野菜の天丼です。迷った結果、イカが食べたいという理由で、こちらに決めました。マックス先輩から、ナスの天ぷらをいただきました。食べる前に、タレをかけなくては。ナスの天ぷらからいただきます。惚れ惚れする、サクサクジューシー食感。続いて、イカの天ぷらいただきます。弾力感がブラボー、うまうまフェスティバル。タレが染みたご飯最高。残念ながら大盛りにはできないみたいです。続いて、ししとうの天ぷらいただきます。ほんのりと伝わってくる苦味が、ナイス。続いて、ごぼうの天ぷらいただきます。ごぼうの香りに、サクサク食感が素晴らしい。再び、天ぷらを美味しくしてくれるタレを。ナスの天ぷらいただきます。マックス先輩に感謝。美味しさを再確認。イカの天ぷらごちそうさまでした。かぼちゃの天ぷらいただきます。サクホク食感がたまらんです。ラストの、エリンギの天ぷらいただきます。サクフワ食感が素晴らしい。ここから一気にご飯いただきます。綺麗にごちそうさましなくては。イカと野菜の天丼、ごちそうさまでした。マックス先輩の注文は、エビと野菜の天盛りです。エビと野菜の天ぷらが、そばにベストマッチだったと。続いて、牛すじの熟成黒ニンニク煮込み丼です。肉から伝わってくるタレの美味しさが素晴らしく、ご飯がめちゃくちゃ進むと、今回はタウン氏のおかげで、美味しい蕎麦屋さんを発見することができました。盛りそば、イカと野菜の天丼。どちらも絶品でした。また、土日のお昼時は職場の方曰く、すごい混むと、食べてみて。
並んででも食べたいという気持ちになりました。では今回はこの辺りで失礼します。帰り際にマックス先輩とスーパーへカツ丼食うかと刑事ドラマ風に言われました。刑事さん、俺カツ丼食うよってな返しでカツ丼ゲットだぜー。マルトさんのカツ丼美味しいんですよね。安く手に入るお勤め品、最高。ご飯特盛りにしなくちゃ。ということで、自宅の炊飯器から、ご飯を。まず、カツからいただきます。久しぶりに食べるマルトさんのカツ。やっぱり美味しい。ご飯がめちゃくちゃ進みます。カツを食べるたびに食欲がかきたてられます。早くもカツを食べきっちゃいました。ご飯を持ってきて大正解。お弁当だけでは物足りなかったです。たっぷりと入っている玉ねぎブラボー。追加したご飯、ごちそうさまでした。卵、玉ねぎ、ご飯から、出汁の旨味が感じられます。うまうまカーニバル。ここから一気にいただきます。カツ丼ごちそうさまでした。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。